根本康弘、根本康弘、根本康弘、1956年1月31日体は、日本中央競馬会の元騎手で現在は調教師、ミホトレーニングセンター所属。1977年に騎手デビュー。当初は障害競争で活躍し、1981年までに、バローネターフ、中見将軍といった騎乗馬で、 中山大障害三照を挙げる。1985年秋の天皇賞において、ギャロップダイナに起乗し、皇帝と称されていた、本名馬シンボリルドルフを破り、GI 競争初制覇。1986年には、メリーナイスで、朝日杯三歳ステークスを、翌1987年には、東京優秀、日本ダービーを制した。1997年に騎手を引退し、 1998年より、調教師として、ミホトレーニングセンターに、旧社開業。1956年、東京都北区に生まれる。実家は、古書店を営んでおり、父親は、競馬好きな人物であった。場外馬券売り場で、騎士候補生を募集していることを知った父親が、身長、体重が、条件にかなっていた根本に騎士を目指すことを勧め、 1971年に中央競馬の騎手養成長期課程に22期生として入所した。同期生には加藤和弘、紀藤高之、佐々木昭三、西園生徒、田所清弘、池添金尾、小西和夫など11人がいた。騎手免許試験には3度落第し、デビューは21歳となった1977年まで伸びた。 養成所時代は同期生のうちで障害飛び越しが最も下手だったが、1979年に起乗馬バローネターフで障害の最高競争、中山障害の春秋連覇を達成する。1981年にも中見将軍で中山大障害、春を制した。しかしその活躍とは裏腹に、障害競争への起乗数はキャリアを通じてわずか44回に止まっている。 1985年、天皇賞、秋において13番人気のギャロップダイナに起乗し、それまで、GI 競争5賞を挙げ、皇帝と称されていたシンボリルドルフを破る、大金星を挙げる。ギャロップダイナは、バローネターフを手掛けた、ヤノススムのカンディーバで、それまで起乗していた、主戦騎手の柴崎勲が、束に乗ることとなり、また過去に起乗していた、岡部幸雄や闘神に、 田村正光も他の馬への騎乗依頼をすでに終わっていた後だったため、急遽根本に手綱が任されたものだった。根本自身勝てるとは思っておらず、競争前には同期の加藤と万が一勝ったら、商品の車をトンカチで叩き潰そうやと軽口を叩いていたという。この年、同期の木藤が大賀賞を同じく同期の加藤が日本ダービーを制したことから、 バジ公演期主要成長期庭二22期生の当たり年となった。翌1986年には、市の橋本照オが管理するメリーナイスで関東の山菜王者戦、朝日杯山菜ステークスを制する。なお、この時根本は、最後の直線で風車のように無知を使うヨーロピアンスタイルの機乗スイルを披露したが、その姿はあまり良いものではないと判断され、 周囲からは、帰って馬に負担をかけてしまっていると、苦言も呈された。根本はこの時左足を負傷しており、それを隠して、朝日杯に出場するために、ヨーロピアンスタイルを口実に、負担の少ない乗り方を模索した結果だったと、後年明かしている。翌1987年には、同馬とのコンビで、日本ダービーに臨み、競争史上三番目の喫茶となる六馬審査での、 優勝を果たした。橋本は、史上三人目の記録であった、騎手、長教思想法でのダービー制覇を達成。根本は後年、この競争を解雇し次のように述べている。その後、根本、メリーナイスは、セントライト記念の勝利を経て、クラシック三冠最終戦、キッカ賞で、単枠指定馬となり、一番人気に支持されたが、災害枠の十八番枠だったのが影響し急着。 年末のグランプリ、有馬記念では3番人気の指示を受けながら、スタート直後に落馬して、競争中止という結果に終わった。なお、競馬を題材にした映画、優秀オーラスヨンの撮影が、当年のダービーで始まっていたことから、これに優勝したメリーナイスが主人公は、オラシオンに着せられることになり、根本もその主戦機種、ならゴロウとして映画に出演した。 1997年2月、長教師免許を取得式騎手を引退。通算2633,235章、内 GI 競争3章を含む、重賞14章。翌1998年より、ミホトレーニングセンターに9社を開業している。2007年には、往年の騎手を集めて行われたエキシビション競争、ジョッキーマスターズにメリーナイスの勝負副職で出場。 結果は最下位9着であったが、競争後には思い出の勝負服を再び着れて嬉しかったです。風車打ちもできましたなどと感想を述べた。なお、この競争の実現には根本の尽力が大きかったという。翌年行われた第二回競争には解説者として参加した。2016年3月、16年ぶりの JRA、女性騎手藤田祭七子が、 根本厩舎に所属したため厩舎所属機種が3人となった。これはフリーになる機種が多く出ている中で厩舎所属機種が少なくなっている状況及び厩舎所属機種は多くても2人までが一般的である近年では3人及びそれ以上の機種が厩舎に所属するのは極めて異例の部類となっている。根本は2016年の競馬会を盛り上げたことが 高く評価され、弟子の藤田や歌手、馬主の北島三郎、王の正二代表取締役社長らと共に、その枠を超えて、話題を提供した競馬関係者に与えられる、特票賞の対象となり、12月21日に、品川プリンスホテルで開催された、有馬記念フェスティバルの席上において実施した、記念品贈呈式に出席した。騎手時代から明るい人柄で知られた。 同期生の加藤、紀藤と仲が良く、日本の表金属とも呼ばれた。騎手としては、時に、人気渦の馬を上位に導いてくる、俗に言う、穴騎手であった。作家、競馬評論家、高橋玄一郎と、直子夫妻、当時の周辺では、根本を軽んずるものは根本になく、根本を重んずるものは根本になくという格言が、作られたという。GI 競争優勝馬 他重症協相優商場、太字は文下生。カッコ内は旧社所属機関と所属中の職分。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。